2022年全仏オープン優勝者当てクイズ。はい。むずい。むずい。ね、もうやめよう。やめよう、無理や。ちょっといいとも風にちょっとやってみました。はい、毎度お気に T スタイル26のテニスクラブの住江です。白津です。今回は全仏オープン優勝者当てクイズということで、やってきました。投票期間が5月15から5月21の土曜日です。はい。1回戦が、5月の22の日曜日に、全仏オープンの1回戦、6月4日に女子決勝、5日男子決勝ということで、もう、はい、屋根ついたんかな、フレンチは。去年からついてるんですかね。コートの、フィリップ、フィリップシャトリエ、スザンヌランランもついてるか。ああ、どうなんですかね。そしたら大体この感じいきますよね。そうですね。大体伸びますもんね。ね。本当はね。今回も、男子女子の優勝者と、準優勝者、合計4人的中したら、また商品がゲットできるという企画です。参加型動画ですね。はい、参加型動画、投票の条件は、この T スタイル26テニスクラブの、動画のチャンネル登録と、この動画のコメント欄に、男子女子の、優勝者と準優勝者の、4名の選手名を、入力していただくという形になります。今回、日本人の選手の出場者リストでは西岡選手、でダニエル太郎選手は、補欠で4番目、もう入れる可能性は高いんじゃないですね。確かに確かに。で大坂なおみ選手と土井美咲選手、日比野菜緒選手は入らないんだ。予選戦わないといけないんです。あ、そうなんだ。はい、本戦ストレートインはここ3人ね、確実なの。そうそうです。で、全仏の歴代優勝者が、去年がジョコビッチ。で、クレチコバ。そうですね。ジョコビッチとチチパス。で、あとは、ずっとナダルが取ってる。まあ、もうそうでしょう。やっぱ女子はやっぱばらけますよね。だから今年も違うんでしょうね。そうだ、この間のバーティーが、ね、引退して、今女子の1位が、シフィオンティク、伊賀さんの、伊賀シフィオンティク。ああ、でジョコビッチは、ワクチンの、打ってなくても出れそうな、いいよね、もうとか言うと怒られるかもしれない。そうなんですね。そうです、はい、あとロシア人、そうですね、ロシア、ベラルーシ、ベラルーシの選手は厳しいかもしれないですよね。ウィンブルドンでも難しい。そうですね。まだドローが発表されてないんですよね。で、欠場は女子はまだ出てなくて、男子は、フェデラーと錦織選手はもう出ない。我らのね。見たいけどね。そうですね。ワウリンカは出れるかな。出てますね。エントリーしてます。TM も。TM もプロテクトで。はい。これは楽しみ。まあ、我らが錦織は全米をね、目指す。全米で復帰を目指すということでね。もうちょっと。もうちょっとですね。うん。で、今回の商品がちょっと変わりまして、4人全員的中した場合は、T スタイル26で使える、1万円分の商品券、前回は、ショップ商品券だったんですけど、はい、今回はショップも、レッスンも、ストリング張りコーチも全部使えますよ。あ、物も買えるし、ストリングも張り替えれるし、プライベートレッスンも受ける、いける。ストリングは何回かに小分けじゃなく何回か小分け、
じゃなく1回のみ、そのあ1回のみお釣りは来ませんスタイル。お釣りは来ません、来ませんだから1回で町のあのね県みたい、そうですね、お釣りは来ませんスタイル、はい、だから高い、まあ、だから使ってもらっていいよ、あのだからストリングと、バッグとか、で混ぜて一緒にね、一緒に、一緒にもらっていいですよ、ラケット買ってもらってもいいし、うん、だからナチュラルのストリング買ってそれで貼るってもう OK です。 OK だ、うん、ああいいねそれね、いいっすよね、いいね、贅沢贅沢やらないですもんね、うん、そうですね、確かにナチュラルなかなか貼らないですよね、うん、でしょ、うん、で2人的中男子女子優勝者の当たったら5000分の商品券、これ結構ありそうっす。そうだな。ジョーが当たらんもんね。女子が難しいっすね。むずいね、うん。男子はまああれじゃないですか。ここ2人ね、2人がいるから、うん、どっちか入れておけばまあ硬い。どっちかね、うん、になったりすることある。うん、ドロー次第でもあるよね、今回ね、今回は分からんけど、うん、去年はチチパスが準優勝したから、うん、ちょっと分かんないですよね、今年のドローはどうなのか、うん、アルカラスいますからね、あ私は、うん、ズベレフも結構調子良くないですか。ズベレフもうまあぼちぼち、うん、あとオジアリアシン、そうですね、マレーもいいよ。マレーでも棄権しましたね。そうね、そうね。だからまあ全部は戦えんやろな、うん、2週間はね。あとは、ルブレフ。ルブレフがロシアやから。ああ、わかんないですね。ロシア人やから。メドベージェフも。メドベージェフも。メドベージェフがクレーではないっす。確かに。ないっす。ベスト8でしょ。よくて。ね。シュアルツマン行かないですか。シュアルツマンは行く可能性あるでしょ。アルゼンチン今年効かないです。効かない。去年も効かなかったけどまあまあ行ったんで。そうですね。分かんないですよね。去年は8。結構行きましたよね。この20年の時に強そうで強くなかったって。そう。でこの時は強くなさそうで強かったんで。今年も強くなさそうで強いかもしれないです。前哨戦の ね, ね調子が。うん。出てるんすか。シュワルツマン出てました。出てます。今回商品が、1万円分の商品券、5000円分の商品券、2000円分の商品券という形で、動画、見てもらっている方皆さんにご応募していただけるような形になってますので。前もでも見てる方みんなご応募してよかったですね。応募してよかった。今回のがより一層。一層。はい。ちょっと良くなったかなと。エントリーしやすいと、はい、うん、ぜひ皆さん、応募の方よろしくお願いします、ね、見直してもらえればね、前回のとか。そうですね、知らない方は。あ、確かに。どんな感じか、うん、あれですからね、繋がってますから。あ、前回、いや、これがあった後に予想の選手とかを発表してで試合が始まったみたいです。そうね。ベッキーコーチの、予想動画が、1週間前ぐらいに大体してっていうこうね、ストーリーのあるシリーズですから。ね、この投票期間前ぐらいですかね。出せますか。かな。まあドローが出てからですね。ドローが出てから。ドローが出てからベッキーコーチ予想動画があって、それを見てもらって でこの動画に、投票してもらう、そうというような形でなりますね。そうですよね。ベキコーチは誰が優勝すると思います、もしこうみんな出れるとしたら。いや、もうどっちかでしょ。でも普通に考えたら、あ、中原コーチはどうですか。男子は、うん、ねえ、2人が強いよね。うん、ただでも2人ともちょっとトラブルを抱えてるから、うんうん、ちょっと今までとはちょっと違うんじゃない。
ですかね、うん、でもね、いつも強いもんね。なんだかんだ言って2人じゃないっすか。まあそこにアルカラスが本当に絡めるかどうか。ファイブセットだからな。うん、そうですね。ちょっとでも期待したいよね。面白い、うん、ちょっと時代が変わるかもしれない。チチパスとシャポバラフか。シャポバロフ、シャポバロフはグレーではないんじゃないですか。ウィンブルドンだったらあるかもしれない。そうだな、ウィンブルドンはあるかも。女子がシフィオンティク、クレチコバ、バドサ、バドサは来るかもしれない。サバレンカ、サッカリ、サバレンカはベラルーシだからね、うん、コンタベイト、うん、シフィオンティクって2020年の全仏が初優勝やったっけ。そうです、そうです。結構経ったね、時間ね。ノーシードかな。そうやね、そうそうそう、その時ね、うん、もう一回見たいね。もう一回見たいですね、うん、でプリスコバ、コリンズ、ジャバ、ジャバはあるかも。ジャバ、ムグルッサ調子いいよね。ムグルッサ、オスタペンコ、ラドゥカヌ、ラドゥカヌね。ベンチッチ、ベンチッチもまあベンチッチも勝てそうで勝てないからな、うん、パブリチェンコはガウフ、ケルバー、アザレンカ、リバキナ、上がんないな誰が来てもね、うん、もいいもんね。女子は日本人選手もちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、うん、西岡くんはあんまり好きじゃないでしょう、プレーは、うん、合いそうやけどね。そうですよね、うん、プレースタイル的に合いそうだけど好きじゃないのかな、うん、ダニエルも好きなんじゃないの。ダニエルは好きですよね、ね、クレー育ちだったらね、うん、ナオミちゃんはどうかな。ちょっとあんまりフィットしないですよね、うんうん、嫌いですか、うん、土井美咲ちゃんは合うと思うんやけどな、うん、そうね、スピンで、うん、じゃあ皆さんもちょっと予想して、はい、ぜひ商品をゲットしてください、ね、やっぱ今からある大会、マドリー、マドリー、ローマ、ローマ、そのあたりをチェックして、どの選手が調子いいか、まあ、チェックしなくてもとりあえず好きな選手でいいっすよね。そうですね、はい、まずは、はい、もう普通に当たらなくてもいいわけです。結構大きいっす。楽しめればほら、そうね、楽しめればいいわけだから。確かに。ただ1回戦とかで負けちゃうとすぐ楽しみなくなるんで、ベスト8ぐらいまでね、行く選手をチョイス、あ、そうですね、するとまあまあ楽しめます。男女どちらか硬い方そうね、ここ入れといたらちょっと残る。そんな手堅くいかせる。いやだってね、見てほしいじゃないですか。あ、そう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 、両方と負けるとね、もう終わったわって、もうなんじゃそれみたいな。ちょっと蚊帳の外考えねえ、ほら、いや、そんな感じでね、はい、楽しんでください、はい、そんな感じで。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、じゃあお話しさせてください。はい、せーの、ほな、さよなら。難しい。合わんね。全然合わない。難しい。練習しよったんかなと思って。最高。ありがとうございます。